オリンピックの開催を前に、全国知事会はきょう、新型コロナ対策本部を開催し、第5波への警戒感を示した上で、選手らの感染対策の徹底などを求める国への提言をまとめました。デルタ株への置き換わり、これが大きく進んでいる。これによって、再び全国でも5波、こうしたものが来るんではないか、これを何としても迎え撃たなければならない。提言では、オリンピックをきっかけに感染が急激に拡大することがないよう、万全な対策が必要だと強調した上で、選手や報道関係者の行動管理を徹底するよう求めたほか、県をまたぐ場合の移動手段などについて、早急に検討するよう訴えました。また、夏休みやお盆の時期に都道府県をまたぐ帰省や旅行などは自粛するべきだと強調しました。